なんかビジュアルいいな。ビジュアル。頭痛いよ。あ、インスタリール見た？そうなんです、今日初めてリールを出しました。あ、大阪当たった、嬉しい、シンプルに嬉しい。え、くるくるもくるくも嬉しい、ありがとう、嬉しいですし、お寿司しかも完売、びっくりしました。私は本当にびっくりした、嬉しかったです、ありがとう。明日低気圧やばいです。え、じゃあそれじゃん、頭今すでに痛いの。300年してラフルクジの原因、お発送、お、よかった。サインタペストリー動画まだ、あれまだ撮ったよ、サインも書いたよ、ありがとう。お、リリーよかった。あ、ブログもありがとう。そう、ブログも今日載せたのでぜひ見てね。そう、見てよ。あ、映った、インスタめっちゃか、あ、やったね、オンライン撮れてました、あ、嬉しい、オンライン看板もやった、ありがとう。リリーすぎた、お、やったね。10月地獄隊、あ、当選、大阪撮れたので会いに行ける、嬉しい、嬉しい。ディールってホーム画面のおすすめ欄に出るから重要やと今さ、あ、そうなん、クルクも知らんのんだけど、そうなん、生誕 T シャツ発送、お、発送発送発送、ディールでやばいって言ってる、なんでわかったん、なんでわかったん、やばいって言ってるよ私、やばいって。すごい、ブログ、いろいろ、じゃあ今日は当落と、当落と発送通知は結構来たのか。くるくるは生誕ティー、まだ、あれ、まだかも。頭が痛い、もう一度リール撮ってるのはメールに書いてます、メールに書いている。届くの間に合えばオンライン話し会切る、9月23は、あ、やばいわ、そうじゃん、そうじゃん、しかもそうじゃん、
コーデをさ考えるのさ、明後日だって僕隊で、しあさっても話し会じゃろ。時間ないやん。やっほー。まあいけるお、僕と当たった。嬉しい。リードありがとう。お、めちゃかわ。東京、広島行ったり来たりね、大変や。嬉しい悲鳴ですね。嬉しい悲鳴ですわ。あ、ちょっとやばいことを待ってよ、思い出してしまったかも。大丈夫だ。あ、そう、香川の大学の文化祭にも出演させていただきます。あ、文化祭、学園祭か、学園祭。あ、10月5日の東京、ありがとう、ありがとう。口高さん嬉しいです。そう、でも緊張するんですよね。 この前だったら入学式か、高校大学の入学式、この前山口で行かせてもらったんですけど、学園祭とか入学式って緊張して、あ、でも今回は普通に一般チケットも買えるからまだ大丈夫かもしれないけど、入学式とかだったらサプライズだったのもあって、やっぱまあ STU のことを、まあ、これからやっぱまあ知っていただくのは大事なんですけど、多分知らない方の方がまだ今多いので、こう出た時 この誰感がちょっとこう感じる感じ取れちゃうから、それを誰の後に STU か、 STU いいなに、まあ、つながるようにしたいなって思いますね。前回その入学式がちょっと心折れかけたぐらいかな。広島でもなると思う。広島でも入部プロジェクトで1回だけ大学の部活だっけ、なんだっけ、そう、あの広島の生徒会長の集まりみたいなところにニュープロジェクトで行ったんですけど、結構誰って感じでも、まあ、優しく
初めましてみたいな優しくしてくださったんですけど、誰みたいな感じでも大きかったから、まあまあそりゃそうなんですけど、こっからもっとね頑張ってきてですね。やっぱ最初はねまだ認知をねされてないてけ、ちょっと怖いけど、でも今度のその学園祭は、まあ、ファンの方も来れるから完全アウェー感はないから、ちょっと安心はあるけど、その誰が薄まる。そうチケット1500円とかだった気がする。1500円、頑張ります。STU でも結構なんか STU 来るんだみたいなツイート見たから、あ、知ってくださってるんだと思った。嬉しかったので、あの、わかるわかる、こう入学式とかもなるとだんだんもう見てないとかあったし、こうまあ入学式だから、まあ、友達もいないし、まだ入ってきたばかりで、わーってなりづらい状況ではあるけど、なんだかも結構あったから、やばい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 、でやばいやばいやばいやばなので頑張ります。でもなんか謎にメンツがメンツがなんか中学生みたいなメンバーが多くて、あ、中高生多くて、なんかびっくりした。逆にみたいな、逆に中高生で行くのみたいな。逆に年下と思った。おもろい。カババイト、ありがとう。ありがとう。あ、リルカガタ、嬉しい嬉しい。ゆっくりくる、全然第一ね、第一の代ね、同い年ね。同級生とかおるんかな、香川大学行ってる人いるのかな。全くさ友達と連絡取ってなさすぎて、みんなどこで何をしようか全然知らんのんじゃけど、香川大学行った子とかおるんかな。そう、向こう君もすぐ学部調べた。くるくるが気になる学部は、
ってみたい県？北海道かな。くるくるは文系だね。確かに MC のネタでね、学部行く行かない別にして大学調べてみたこと、もうなんなら中3から中2中3ぐらいからずっとどこに大学行くか決めろって言われ続けてた。中高一貫だったからどこに行くか決めろってずっと見てたよ。でも大学どういう系に行きたいか、こう進路も分かれるし高校も塾はちょっとだけ寝てたけど行ってた。でもほぼ寝てた、マンツーマンで寝てた。やばすぎじゃない？普通にマンツーマンで寝るとかありえないよね。ここってどうやってやるんですか？わかった？あ、すいませんみたいな。マンツーもやばいよね。賢くるくる賢じゃないよ。度胸ある。でもなんかその私がやってたところの塾の先生が別になんかそのバイトで大学生がなんか大学生がバイトで教えに来るみたいな感じだったから、そんな怖くなかった。たのと先生感なすぎて普通寝てたよね。思い出したらちょっと失礼だったかも自分がとか思い出した。なんか合わないから先生チェンジでとかやってた先生チェンジしてもらっていいですか？失礼だよね。でも分かんなかったからちょっとそう勉強が勉強じゃなくなっちゃうからね。
塾ね。でもさ、今もしさ、今から大学行こうと思ったらさ、自分でさ勉強始めんといけんわけやん。もうそう考えたら絶対無理なんだけど、どうしようと思って。やっぱ高校からその大学に進学するってなった時は周りのみんなが同級生とかも一緒にやってるし、みんな一緒の状況に置かれてるから、乗り越えられる部分も多分大きいから、自分でさ、でも肉ね、自分で勉強してさ、予備校のお金もさ、メンバー偏差値やばいやばい。そう、自分がやりたいとこ目指したら、そんな軽い気持ちでいけないかなと思っちゃう。香川大学にさ、私この前の学園祭でパフォーマンス披露させてもらったんですけど、シード権とかってあったり最悪すぎる。もうニュースになるよね、普通に。裏ルートとか言って、やばすぎる。この前パフォーマンスしたんですよ。裏口やばい。一回勉強やめたらやる習慣取りますね。いや絶対むずいよね。いやそう、絶対そう。なんか専門がね、くるくる。合格しちゃう。でも私さ、あれなんだよね、よくないとは分かってるけど、努力が苦手なので、努力をするのが苦手なんですよ。だから勉強も努力じゃないですか。くるくる、勉強絶対できないんだよね。のくせになりたい職業って考えるときに浮かぶのは頭のいい相当勉強しないとなれないってよく言われてる方向ね。あとさ、あれ
自己 PR とかめっちゃ苦手。自己 PR めっちゃ苦手ない。自分のいいところか。あ、アンダーカツ努力してる？嬉しい。そう思ってきて。でも私はなんか全然努力できてないと思ってる。できてないってか、あ、してるんだけど、してるけど足りない。あ、魅力的とかある。なんかさ、自分で書くのもはずいよね。わかる。なんかさ、私は空気を読めます。あと空気を読めます。自分で書くなしとか思われん。今書いてるからやばいか。今書いてる。くるくる面して脂肪動機と考えるとめっちゃ悩むし、多分もうまあ本当にその立場に置かれたらそういうわけにはいかないんだろうけど、あーもう無理ってなって当日即興で考えるかも。当日即興で考える説はある。就職とかもさ、なんかさ、なんか大変って聞くよね、面接。シチューのオーディションはね、なんかくるくるたちなんか普通のオーディションじゃなかったからね。大学生になりたいだけでやめた方がいい。大学生にはなりたくないよ正直。やっぱ将来は根性ある。嬉しい。根性あります。エントリー数なかった。あの 2.5期のニュープロジェクトのオーディションの面接はなかった。書類出してもう遅く、そっから審査てかダンスやり始めたから。即興劇の審査やばい。ほんま思い出したくない。もう地獄のような、地獄なかと思った。地獄かと思った。即興劇のなんか劇なんか演技審査、地獄かと思った。私みんなと同じタイミングで受けてないから審査、演技審査よかった。オーディションの開催して足の子調べて書いてもらったらくるくる。え、あの頃のくるくるを、あの
くるくる好きでいてくれたの、好きって思ってくれたの。台本覚えとかも無理、くるくるちょっとできないね。おー、匂いよね。うんうんうん、ダンス覚えた、違う違う、舞台とかミュージカルはくるくる結構自分がやったら嫌いになっちゃうので、見るのが好きなものを自分ではやりたくないかも。無理無理言いながらやるのがくるくる、まあ、それはそう、それはそう。ダメだよ、比べちゃうっていうか、好きなものをただ好きで見れなくない？裏側を知ったら。おじの頃のクラファンから言っておけばよかった、いつも後悔して、もう今見つけてくれただけで感謝ですわ。キティめっちゃ気にする、確かにあるよ、疲れたのかなみたいな。舞台ってこんな苦労して作ってたんだなって視点になる説、なんか苦労っていうよりかはそこの立場になって考えるから、あ、こういう時はこういう演技をするんだって言って見ると楽しくない？ただ楽しんで映画を見たい。メイキングとかあんま見ないね。見ないね。クルクが見たいのは話の内容。好きな女優さんとかだったら見るかもしれないけど。なんか医療関係とかもさ、医療関係の人も やってるからこそさ、医療ドラマ見たらさ、違うやんみたいな、これ普通だったらこうならんやとかあるって言うから、大変。自分の仕事関連とそう思う？やっぱ思う？
これはちょっと綺麗事しか言ってないなみたいな、やっぱある。あるんだ、あるんだ。だから逆にドラマだけ見てとか映画だけ見て憧れてなりたいって簡単に言えないなと思う。やっぱドラマ見てたら、あ、この職業かっこいいと思うやん。キラキラしてる、かっこいい、なってみたいと思うけど、やっぱやってみたら大変さはやっぱ違うから、そのキラキラだけじゃないから大変だなって思う。この世界は、この世界はそんなうまくいったらもはや幸せじゃない。確かにね、確かにね。確かにアイドルもね、確かに。そう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 、そう、大変さの先にキラキラがある。そう、大変があってキラキラがあるから。簡単にできる仕事なんかないよね、そもそもね。今思うと何とか見てテニスしたいと思ったから。確かに純粋、なんか純粋だよね。でもその純粋さもさ大事なんよね、多分。現実を見すぎないその純粋さ、キュルキュルには純粋さがないわ。パイロットのドラマあると、パイロット、え、だってなんかさ、何だったっけな、中学校中1かな、中 1? いや小学校忘れたけど、小学校か中学校かどっちか忘れたけど、なんかあの新垣結衣さんのさ卓球の映画あったよね。なんかタイトル忘れたけど、卓球のあのエイトさん、俳優さんと新垣結衣さん共演者の方がちょっと誰だか忘れたんですけど、二人でペアで卓球、あ、ミックス、それミックスっていう卓球の映画があって、それがあった年の入部希望が卓球部だけ異常な量になって、なんか抽選みたいになって、卓球部抽選で卓球部中1だったかも、卓球部だけ異常に多くてみんな入れなかったとか言ってたけど、2年ぐらいしたら卓球部入りたい人って逆に全然いなくなって、 3,4 人ぐらいになって廃部の危機になってたちょっと笑っちゃいけんけどさ、廃部あんなにさ、くるくるたちがくるくるのさ時代はさ、みんなが入りたいとか言ってさ、抽選抽選とかなってたのにさ、ドラマのその旬じゃない、ドラマのさあれが過ぎ去ってすぐさ、もう廃部の危機までに追いやられるなんて、みんな影響されるんだなと思った。え、マジでもう廃部出たもん説だから、卓球部の人、残った卓球部の人たちが入らないか、あと一人か二人いないともう廃部になっちゃうから入ってくれみたいな、なんか頼まれたけど、私はダンス部なんで。そう、懐かしい、おもろい、ブブブ。スラムダンクもすごかったんだ。バスケ仮入部3桁やば、やっぱそうなんだ、やっぱそうだよね。
囲碁の漫画流行った時に、囲碁、囲碁合ってるこれ、囲碁、囲碁将棋部が人気なんだけど、あ、そうなんじゃ、やっぱブームでね。テニプリでみんなテニス、あ、キャプテン翼でサッカー、世代もね分かってくる。めっちゃおもろい、ほんまにみんな分かりやすすぎる。次は何が流行るんだろう。そうよ、そっからね興味持ってから、いろいろ広がっていくんだろうけど、でもやっぱ向き不向きはあるよね。興味持った、やりたいだけで進んでったらミスターになるから、推しの子みたいってなんか、私推しの子見たことないから話の内容を深く知らないけど、いるんじゃない、結構重い話だよね推しの子。私ちょっと内容知らないからさ、分かんないけど、あ、オリンピックでスケボー人口増えて、あ、そうなんだ、確かに今すごいですよねスケボー。カバディ、カバディ来る、え、なんか大谷翔平さんやばいよね、なんかくるくるちょっと理解はできないんだけど、なんかすごいみたいなのはその騒ぎ度合いですごいっていうのは分かるんだけど、ちょっと理解はできなかったんだけど、大谷翔平さんがすごいみたいな、なんか 50-50 みたいな、50-50 みたいな、そのそれがどういう意味なのか、どういう意味ですごいんかは全然分からんのじゃけど、あ、なんだあれは、あら、なんだ、あと何類だ、なんとか類だ、なんだなんだ類だ、なんだなんだなんだ劇みたいな、それもちょっと理解がまだできないんだけど、ちょっとさめっちゃ分かりやすくさちょっと説明してくれ、なんかさもうほんまにくるくる野球なもルールなんも知らん私でも分かる方法で教えて。二塁から三塁への盗塁、盗塁って何、三打撃連打、連続ホームラン、三打席って何、ホームランは分かるわ、ホームランと盗塁がそれぞれ 50回ホームラン打ったってことか、盗塁が分からんな。200年の歴史の中で一番の記録やばすぎ、ホームラン51、あ、今日で増えたん、今日で増えたん、やばい、パワーとスピードがやばい、なるほどね、パワーとスピード、人の息を出た人すごいのはわかる、すごいのはわかる、普通打ってから隣の塁走るけど、打つ前に走って隣の塁にたどり着く、打つ前に走るなんてできるの、アイドルでいうと50作連続センターかつ50作連続センター、カップリングセンター、当たる、カップリングセンター、え、すごいじゃん、すごいじゃん、1年でみたいな、そのうちは今日だからその知識でいいの、まあそのね知識の量はね別に広島出身だから好きじゃないといけないっていうのはないのでね、
打つ前に走ったらバットにボール当たらんじゃないですか。え、本当にそう、くるくるの頭の中ではそんな感じ。打つ前に走ったらいつ打つん。これはもう難しいな。ウサインボルトより速いの？やばすぎる。ちょっと待って。13位つじちゃん、12位ステラ、11位山高、10位流星、9位ケータ、8位奇跡、7位ホタリクエデミ、6位トマトポ、5位ダース、4位藤玉、3位ヨシゾンビ、2位奈良西、そして1位はクリボー。ありがとう、皆さん今日も見てくださってありがとうございます。あのやばいっていうのは伝わりました。やばいっていうのは伝わった。すごいっていうのは伝わりました。それでは明日も頑張りましょう。おやすみ。